フィッツランドルフはハーマルで行われた世界スプリントスピードスケート選手権大会で銅メダルを獲得2001年の世界距離別スピードスケート選手権大会500メートルでも銅メダルを獲得したこれまでのベストイヤーは2002年でハーマルで行われた世界スプリントスピードスケート選手権大会で銀メダルをソルトレクシティオリンピックでは500メートルで オリンピック記録を打ち立ててチャンピオンになった。これは1980年のエリック・ハイデン以来のアメリカ人によるオリンピック男子500メートル制覇となった。2006年のトリノオリンピックでは500メートルで12位、1000メートルで9位の成績であった。2002年ソルトレークシティオリンピック500メートルの1本目のスタートがフライングではないかとの疑惑が持ち上がった。 ピストルが鳴った瞬間、フィッツランドルフの腕は、すでに大きく動いていたように見えた。当時の日本の解説者も、今のは明らかにフライングでしょう。あれだけ、他の選手のフライングを厳しくとっていながら、これを見逃すというのは、何か、意図的なものを感じますね、とコメントしていた。なお、この判定をしていたのは、アメリカの審判だった。結局判定は大得らず、 フィッツランドルフは金メダルを獲得した。今大会はこのフライングに限らず、フィギュアスケート、ショートトラック、スキーなどで不可解な判定が続発した。これについて専門家はアメリカ同時多発テロ事件の翌年ということもあり、アメリカが国威発揚のために圧力をかけたと評価している。当時の森吉郎内閣総理大臣も、 清水博康との対談で、あれはフライングだろうと発言していた、ナンバー2002年3月号より、ありがとうございます。